8月28日月曜日、時刻は8時になりました。おはようございます。柿原忠です。森永卓郎です。那須恵理子です。おはようございます。いやー、今日もやっぱり暑いっすね。暑くなりますね、うん、今週ずっと暑いから気をつけなさいっていう情報も出てます。やっぱりまだまだもう8月も下旬ですけど、はい、なかなか落ち着かないですね、暑さはね。台風11号になりそうなやつが今沖縄に向かってんじゃないですか。はいはい、はい、私とかっきね、うん、引きが強かったんですよ。確かに、あ、台風でひどい買った次の週に、うん、宮古島に一緒に行って、まあ、あのさ、まあ、断る必要もないですけど、プライベートじゃないですよ、仕事でねプライベートで宮古島に行くって気持ち悪いですからね、僕らが。いや、でも私一応エッフェル塔のポーズはしましたけど。いや、余計なこと言わなくていいですよなんで宮古島でエッフェル塔のポーズをするんですか台風9号がこれからあの沖縄に向かっていきますし、はい、もうすぐ台風あの、うん、11号ができて、はい、それもまたっていう ねトリプル台風でね、はい、ちょっと暑さも、まあ、それが過ぎれば秋になっていくんじゃないですか。うん、だけですけど、うん、そうそうそう、台風が過ぎると秋がやってくるってね、ユーミンも歌で歌ってましたけれど、はい、まあそんな穏やかなことは言ってられないような企画をこの番組は立ち上げましてですね、はいはい、なんとなんと森永卓郎が総理大臣だったらというですね、はい、そういうとんでも企画でございます。いや、とんでもではありません。日本の政治家は頭が悪いっていうか発想力がない。ほう、もうね、私が言うことをやったら本当に皆さん幸せになれますよ、ね、なるほど、案外ね、はい、どんな話が飛び出すか、まあ、奇想天外な政策も含めて期待値は高いんですよ。なぜなら今朝ね、森卓総理に対するいろんなメッセージのメールがいつも以上に来てるの、始まる前から。まあすごいですよ。そうですね、これじゃあですね、ちょっといくつかご紹介しましょうかね葛飾区、ラジオネーム葛飾区北斎さんからいただきました森永卓郎総理大臣、まあ、アメリカの大統領はベースボールの始球式をやりますね、うん、森卓総理は 100% の確率でお前ハマスタで始球式させろよって絶対言うでしょうね。あ、これ前から言ってるんですけど、未だにね、球団が OK 出さないんですよ。そうでしょうね、ええ、だって疫病神って思われてますからね今度の日曜日どうですかね。何が始球式。あ、今度ショーアップナイターに、はい、中継に森拓さん、私、柿穴がね、はい、お邪魔する予定なんで。それは聞いてますけど、始球式の話、始球式はもちろん予定されておりません、ね、我々は日本放送の放送ブース、あるいは放送ブースの横あたりでゲストとは言いながら、ひっそりとただ試合を見ながら時々振られたことに答えるだけなんですよ。だから始球式3球投げちゃいけないっていうルールはないと思うんで、うん、本物やった後私とかっきり1球ずつってちょっと球団と今から交渉しません、出禁ですねそれどころかお天気予報によると雨っぽいっすよ。うっそー今日はちょっと不安定なんですけれども、明日以降はまずまいいお天気なんでしょ、はい、でも日曜日曇り一時雨ということで、ほらもうなね、少々の雨でやめるような根性のないことではいけません根性です。やだな、やるぞ、根性論振りかざすなんか上に立つ人ぐーたらぷーこさんはですね、今週はなんだかそわそわします。ゲストも豪華ですし、今日は須田慎一郎さんですが、なんて言ったって森拓さんが総理大臣になったらっていうテーマですからね。もし森拓さんが総理大臣になったら、もちろん柿花さんは、何でしょう、官房長官のように毎日記者会見で顔を出してくれるんでしょう、スベンソンと共になるほどね、いろんなことを想像してしまいますよね。柿花官房長官いいですね。ダメですよ。なんでトーク力あんじゃん、私ね、叩くと埃りまみれなんですよ官房長官の過去の借金の問題についてとかね、いろいろ言われちゃうんで、はい、まあいろいろあの森永さんの提案する、でも森永さんね、真面目な話、総理大臣ということでいろいろお話聞きますけど、今の日本に一番欠けてること、一番問題だと思ってることは、そもそも何だと思ってるんですか。いや、だから今はもう増税で締め上げて、どん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 弱くなっていっちゃってる、うん、逆をやればいい、みんなを元気にする、元気に豊かに、そして国の経済を強くする、元気があれば何でもできる、はい、心配になってきました。夏の沖縄経済サミットもしも森永卓郎が総理大臣だったら、政策に無理や矛盾はないんでしょうか。あるはずです。なのでジャーナリスト須田慎一郎さんをお迎えしてですね、はい、しかも須田さんはコージーアップからの流れではない、今日はもう
ハッピーのために日本放送に来てくれる、はい、フレッシュな須田慎一郎さんですから。そうそう、今日はいつもより寝てますからね。バリバリ来る。ある程度打ち合わせもできるはずなんで、はい、はい、ということでね、まあ、須田さんは明日工事アップご出演ですけれども、はい、あなたとハッピーぜひ、お付き合いください。それではお天気の須さんから改めてお願いします、はい、今日も関東地方雲が多くて次第に晴れてきますけれども、湿った空気が流れ込んで午後は山沿いを中心にざっと強い雨の恐れもあります。最高気温は東京都心横浜では34度、内陸部では35度以上ということで、この後も厳しい暑さが続く見込みです。はい、あなたとハッピー、今日も11時30分まで生放送です。今週は森永卓郎さんが木曜日まで4日間毎日登場。夏の沖縄経済サミット、もし森永卓郎が総理大臣だったら。今日は9時台からジャーナリスト須田慎一郎さん生登場です。もちろん今日もメール、そして旧ツイッター X でご参加ください。メールは、happy@1242.com です。happy@1242.com。そして旧ツイッター X は、ハッシュタグ、かきはなただし、ハッピーつけて、どんどん参加してください。そしてですね、今日は、もしもあなたが総理大臣だったらというテーマでもメールをお待ちしています。例えば、国会議員の数多すぎるよ、減らしましょうとかですね、親父ギャグに増税かけるとか、まあ、へんてこ政策ももちろん OK です。そして最終的にやっぱり森卓総理に信任を与えるかどうかっていうのもね、やっぱりこれ総理大臣たるもの支持率調査はつきものですから。まあ、でも大統領じゃないので、何罷免は、なしにしましょう。随分弱気ですね。ご参加ください。今週は神戸牛の切り落とし1キロ、毎日5人の方にプレゼント、さらに情熱カレー、 JA 千葉未来農産物直売所ショイカゴ奈良市の店からは情熱カレーを毎日お一人にプレゼントです。さあ、それでは今日最初の話題はこちらから。中国の不動産バブル崩壊、大手碧桂園がデフォルトの危機。中国不動産大手恒大集団に続き、業界大手の碧桂園が経営危機に陥っています。バブル崩壊で日本経済にも大きな影響を与えそうです。さあ、森永さん、中国不動産の話題ですが、はい、碧桂園っていうのは最大手なんですか？そうなんです。先日ですね、アメリカで連邦破産法15条の申請をして大きな話題になった恒大グループっていうのは、うん、不動産業メインなんですけれども、電気自動車に進出したり、ペットボトル飲料に進出したり、もうありとあらゆる、リゾート施設までどんどん作るっていう、まあ、あっちこっち手広げるっていう、まあ、典型的なバブル企業だったんですけれども。そこがまず、やばいぞって話題になって、ね、中国政府が取った政策は、まあ、その、連邦破産法で、アメリカ、海外の人が、ここに貸し込んでた分っていうのはリスケジュール、先送りしたり、利払いの減免とか、そういう交渉を今しているわけです、うん、つまり付けは海外に回すぞ、うん、で恒大グループ自体は中国の地方政府が金突っ込んで、生きながらえさせてる、つまり破綻はさせてないわけです、うん、はい、ね、ところがこの碧桂園、英語では なぜかカントリーガーデンっていう英訳になるんですよ。私ちょっと、なんでこれか、カントリーになるのか。碧っていうのは、青緑色のことを碧っていうんですね。で、それに、こう、木片に土二つ書く。カツラ。カツラ。がカントリー。なんで、そこはすいません。ちょっと、なんでそういう訳なんだかわかんないですけど、ここは真面目な、不動産ビジネスだけをやる、真面目にこの道一筋っていう会社だったわけです。ところがこの会社も、実は不動産バブルの崩壊によって、まあ、工事が止まり、売上もこう大幅に落ちる。今そのバブル崩壊前と比べるともう半分ぐらいになっちゃってるわけですよ。で、最終赤字に陥って、うん、もうすぐデフォルト、支払い不能、借金返せませんっていうのに追い込まれそうだっていうところに来てる。借金返せなくなるとどうなるんですか？で、これはですね、日本の場合は何が起こったかというと、90年にバブルが崩壊して97年に山一や
宅銀が破綻するという金融危機に行くわけです、うんうん、まあ、借金が払えないと、まあ、銀行が行き詰まるわけです、はいはい、で結局不良債権処理つって、まあ、二束三文で外資に売られるっていうことが起こったんですが、中国はそこから学んで、うん、そうやって外資に二束三文で売るのはしない、徹底的に財政で助けるんだっていう、うんうん、方針なんですけれども、これ業界トップが倒れるとですね、はい、できんのかな、支えきれるのかなと。だからこう、うん、こう業界がトップがこけるとトップだけでは済まないわけです、はい、もう2位3位4位5位と下の方もみんな道連れになっていく。それどころか不動産業のみならず、今森永さんが言ったみたいに金融界全体に広がる話なんですもんね、はい、金を貸してる側にね、国内も、ね、だからこれは人事ではないのは、うん、中国政府が財政で全部支えるっていうのが、うん、成功すればあんまり影響は大きくないんですけど、はい、これがですね、支えきれずに中国の金融機関がバタバタと破綻するっていうようなことが起こると、うん、中国発世界バブル崩壊っていうことに結びつくんじゃないかな。中国がもしですよ、仮に支えきれるとしたら、まあこれ結果論ですけど、あの時日本も支えるべきだったんじゃないのって話。私はそう思ってます。そういうふうにすべきだって言ってた人もいるんですけれども、うん、私のちょっと好きでない竹中平蔵先生がですね、ダメだろ、もうめっちゃ潰さーバカ野郎って言って、うん、金融再生プログラムっていうので片っ端から潰しちゃったんですよね。竹中平蔵さんの登場回数、この番組多いっすね。ぜひ。一回も出たことないんですけど、ね、名前はよく出てくる。ぜひゲストでおいでくだされば。はい、うん、お忙しい、ね。まあ、お忙しいんで、ね、まあ、毎回断られてる、はい。それはいいんですが。で、森永さん、真面目に不動産業をやってきた最大手が行き詰まってるってことは、うん、システムそのものがもう破綻しかかってるってことなんですか？で、これね、中国システム、これまでの繁栄を支えた仕組みっていうのが、今崩壊しかかってるんです。それは何をやったかっていうと、中国のマンション価格どん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 上がっていったわけですよ、うん、だから国民は無理して買ったわけです。もう都市部だと7000万8000万するわけですよ、うん、それ買えるはずがないんですけど、まあ、借金して無理やり買った。でも無理やり買ったって言いますけど、なんで無理やり買ったかというと、無理やり買ってでも必ず上がるから、上がったら売れば儲かるから、今無理して要はそのゲームに参加したんですよね、うん、そうです、うん、でそのマンションブームに乗っかってですね、中国は土地は全部国有なんですよ、そうです、ね、私有権はないんですけど使用権っていうのがあるんですね、うん、でそれをこう地方政府がマンション業者に売っ飛ばして、ほうほう、もうとんでもない税収が入ってくる、ほうほう、だから不動産業界もうまくいくし、うん、財政もうまく回るし、うん、国民も豊かになる、マンション値上がりやったマネーゲームで豊かになるんだ、はい、ただですね、それが無限には続く、そうだよね、そんな都合のいい話は、だから自転車操業なわけだから、はい、スピードをどんどん増すわけですよね、はい、すると最終的にコントロールが効かなくなって倒れますよね、うん、でもね、これあんまり人事とは言えないのは、今東京23区のマンションの平均価格が1億円を超えている、うん、これも似たり寄ったりじゃない。やっぱ同じようにゲームに参加している人たちが一部富裕層にいて上がるから投資してるんですね。そう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 。だから郊外とか田舎は全然上がってないんですけど、東京都心部だけブイブイ上がっている。なるほど。だけど1億円以上のマンション買えるか？なるほどね。いう話です。森永卓郎さんが総理大臣になった瞬間に投資家の皆さん青ざめるでしょうね。バブル崩壊ですよね。はい。今日は、今週は、もしも森永卓郎が総理大臣だったらというテーマでお送りしますんでご期待ください。ここで、電車の情報ですね。はい。時刻は8時17分になりました。続いての話題はこちら。企業の交際費上限を引き上げ。厚生労働省は企業が飲食を伴う交際費を税法上の費用に参入できる上限額を引き上げる調整に入りました。物価上昇を受けて飲食費が上がっていることに対応するということです。企業の交際費に上限があるんですね。はい、うん、今は1人5000円までっていう上限が
あって、それを超えると損金参入できなくなるんですけれども、うん、これがですね、その物価が高くなっている。まあ、どこ行っても、みんな値上げ値上げのオンパレードになってるんで、これだとその交際費っていうのが使われなくなっちゃうと、うん、だから経済の活性化のためには、うん、交際費の上限を引き上げて、まあ、飲食店の経営を支えましょうっていうことなんです。で、物価高対策をとって、まあ、これやれば効果は私あると思うんですよ。うんうん、会社の金で飯食おうぜっていう人が増えて。会社の金で飯食おうぜっていうふうにね、正直に言う人はあんまいないですよ。なんかすごく、領収書俺なんか経験で、アナウンサーなんか交際費ないですからね。うん、そうです。例えば先輩のディレクターとかにご馳走してもらって、でも先輩は領収書切ってんですよ。うん、だから先輩からおごってもらってるようなんだけど、実は先輩金出してないんですよ。あ、そうなんだけど、ごちそうさしたって必ず言うんですよ。そうなんかいつもね、変だなとは思ってたんですけど。まあ大体交際費っていうのは会社の中で権力側に立たないと使えないし。でもっと大きいお金切ってましたよ。何一人5000円なんですか本当は。そう。鳴らすとってことですか一人一人の金額に鳴らすと。あ、そうですね。だからカッキーの安かったんじゃないですか、うん、アナウンサー交際費ないんですよ。違う。だから。あ、立たさせてください。先輩はいい酒飲んでるとか。なカッキーはそれは遠慮しなかったです僕は先輩より食ったし先輩より飲んでましたけどそういう話じゃないそういう話じゃないでねだからこう物価高対策で別にやるなとは言わないですけれども、うん、ただこれ権力者のための仕組みなんですよだからだって交際費使えるサラリーマンは一部の幹部に限られてるわけですからそうですよねで庶民は非常に苦しい状況になってても、今ガソリン代の平均が180円超えて、うん、で、電気代も上がるんです。もうものすごい予告してますもんね。10月の電気代見たらみんなひっくり返るぞって森永さんは言ってますよね。はい。だって9月ってもう今週9月ですよ。はい。9月から電気代の補助金半減するんですよ。うん。それだけで1400円上がるわけです。だからね、私は別にこれやってもいいけど、庶民の物価高対策もやれよ、うん。なんで権力者の分だけやるんだっていうのを私は言いたい。そもそも、交際費って何なんすかっていう。うん、なんで、その、交際費が必要なジャンルと、必要じゃないジャンルをどういう線引きで分けてるのかがわかんない。僕は常々交際費には不満を持ってたから、なんで幹部は交際費 OK で、アナウンサーだって大事な人間関係とかあるのに、はい、交際費ゼロなんですかっていうことは、あ、サラリーマン時代は言わなかったですけど、いや、フリーランスで言う、だからこそ言いますけど、こうなんかね、交際費使える人と使えない人、会社の中でも違うし、うん、違いますね。あと、だから今森永さんが言ったみたいに、一般の方とかだって必要な交際はあるでしょ。いや、だから、そこが、出世のインセンティブになってるんですよ。役人の天下りと一緒です。偉くなると、個室と秘書と、専用車と、そして交際費と海外旅行がついてくる。役人の場合は。エッフェル塔っていう。好きですね。まあ、あれば置いといて。いや、置いといて。まあ、そういうインセンティブになってるというのが一つあるわけですね、はい。でもそのインセンティブをさらに手厚くするっていう政策に見えちゃう。いや、そう、うん。だから、やってもいいけど、庶民もやれよな。庶民のためにこれを例えば、交際費に当たるような形で、何かしらフォローするとしたらどんなフォローの仕方があるんですか？まあ、とりあえずガソリン代やれよって私は思うんですけど、うんうんうん、昨日、資源エネルギー庁の資料を見てたらね、去年の7月ぐらい、1リッターあたり40円近い補助金を出してたんですよ。うんうん、直近、たった10円、うん。もう4分の1近くに絞っているんです。だから高くなってんですよ、ガソリンが。うんうん、でね、これ田舎の人って、まあ、うちも田舎ですけど、車がないと生活できないので、うんはい、まあ、とりあえずガソリンと電気ガスはやれよって私は思いますけどね。うん、まあ、企業の交際費とは違う話のようだけれど、同じですよね。うん、そう。お金苦しんでる生活費、ましては必需品の場合は、はい、まあ、補助金ちゃんとやってよっていう。そうなんです。お金余ってんですから。あ、じゃあ交際費使える人のところに行って、はい、ごちそうになる。意味もなく。ああ、なるほどね。確かに。こう、
日本放送も交際費偉い人持ってるんですよね。ちょっと僕ね、わかんないですね。わかんないですけど、あるんだって、ね。私、おごってもらったこと一度もないですけど、ね。交際費ってやっぱりね、ちゃんと仕事につながる人にしか使わないですよ。そうなんですよ。そうなんだ。まあ、だから、ということからもわかるように、日本放送の交際費は正しく使われてる。フォローも込めていってます。夏の沖縄経済サミット、もしも森永卓郎が総理大臣だったら、今日のコメンテーターは須田慎一郎さんと森永卓郎さんです。神戸牛の切り落とし1キロのプレゼントもあります。時刻は8時28分になりました。毎朝8時からお送りしている柿花正しいあなたとハッピーです。月曜、火曜、水曜、そして今週は木曜日まで4日間森永卓郎さんが登場するということでね、はい、もしも森永卓郎さんが総理大臣だったらということでですね、お送りするんですが、なのでラジオ聞いてるあなたからも、もしも私が総理大臣だったらということで、はい、いただいてるんですけれどもね、メイプルシロップさんはね、私が総理大臣だったら、まず国会に出席しなかった地域の国会議員の定員を減らします。もうしかも寝てるイコールもいらないってことですから、寝てる議員にもペナルティーです。国会議員の皆さんって国会中継でテレビ中継されてても寝てますもんね。でもね、あれ喋る方にも責任あって、つまんないと寝ちゃうんですよ。なんでつまんないんですか、あれは。だから棒読みしてるからだと思いますよ、うん、もっとエクサイティングな演説をするとか質疑をすれば、うん、あんまり寝ないと思うんですよ、ね、あれだから質疑もね、結局白熱してるようだけど不思議だなって。もう本当に会社に入って最初に国会とか報道部で仮配属とか言って疑問に思ったことは、質問する側の質問ももう事前に完全原稿であるし、はい、回答する側の回答もあるんですよね。これ、はい、議論じゃないじゃんっていう。そうそうそう。うん、完全台本のやり取りなんですよね。それにしたら下手な。それにしたら下手なんですよ。うん。役人が書いてます。私、どれだけ書いたか分かんないですよ。あ、そうっすか。毎日書いてました。へぇー。やればできるんだ、普通のやり取りも。そうそうそう。普通のやり取り。普通のやり取り。総理府経済企画庁だったんで、総理答弁をいっぱい書いてたんです。中曽根総理の時代に。中曽根さんが話してらしたことは森永さんが書いたことなんですか？でもね、私の書いた答弁はほとんど読まれなかったんですよね。なんでですか？出来が悪かったからかもしれない。偉かったんだ、中曽根さん。あと朝からカレーパンさんは、まずはね、まあ、私が総理大臣だったらもう若手を採用します。もうね、おじさん議員いらない。なるほど。おじさん議員というか年齢で線引きするのは、まあ、いろんな議論があるでしょうけど、うん、もうなんか逃げ残り図ってる人って分かるじゃないですか。もう俺が生きてる間は別にもう別にいいよっていう。後のこと知らないっていう人は困るんだよね。やっぱ未来を託してるわけだから議員には。昨日ほら、木久扇師匠が笑点降りて、新しい世代に譲るっていう。はい、素晴らしいですね。あ、そんな発表があったんですか？そうそうそう。はい、3月まででという。笑点メンバーから。素晴らしいですけど。十分やりましたけどね。そう。素晴らしい。結構頑張った。かなりやりましたよ。はい。木久扇師匠は、すごい素敵な方ですけどね、番組も出ていただきましたけど。はい、広島の15歳高校1年生の女性からもね、はい。メール来ました。ありがとうございます。広島で聞いてくださってるんですね。うん、ラジオネーム音響マンゴーさんです。初投稿です。もしも私が総理大臣だったら、もうとにかく増税をストップさせたいです。はい、これ以上苦しんでる国民を見たくないという思いで考えました。いつかね、増税がストップしてくれたらいいな、もういい加減やめてくれっていう。すごいですね。彼女は高校1年生なんですけど、大人世代を見て明らかに苦しんでるっていうことを感じ取ってんですね。そうそうそう。昨日私大学で模擬授業をやって、2回やったんですけど、うん、2回とも同じ話をして、もう君たちが大人になる頃にはね、国民負担率 70%、80% になっちゃいますよ、それでいいんですかって言ったら、結構受けてました。受けてた。つまり笑っちゃいけないんですよ。そのためにじゃあみんなは何ができるんですかっていうことですからね。8割持っていかれたら生きていけないよ。もしかして笑ってたってのは森永さん言ったこと信じてもらえなかったってこと？いやー、それはよくわかんないですけれども、うん、はい、マジの話で言ってんですもんね。そうそうそう、マジに言って。今国民負担率が5割超えてるんですよね。48%ぐらい。48。ほぼ5割。ほぼ5割。うん、
なるほど。まあそういう税金の話も今週はいろいろ出てきます。今日は須田慎一郎さんで、まずはまあ施政方針演説的な森永総理の骨太の方針をね、聞きますが、税金に関しては明日、森永康平さん、なんと息子さんが厳しくジャッジすると。ということでね、はい。で、税を思いっきり取り上げるのは木曜日。中瀬さんのフラットな視点で、この税金どう思うのかって話も聞きます。そこはかなりえぐい税金も提案したいと思います。はい。ということでね、えぐいというのか面白い税金なのかわかりませんが、はい、まあ、税とは何ぞやみたいなことが見えてくるかもしれません。あなたからのご意見は、happy@1242.com でお待ちしております。続いては、朝刊読み比べです。朝刊読み比べ。さあ、森永さん、今朝取り上げる記事は何でしょうか。はい、まあ、プリゴジン氏死亡確認という記事です。はい、日本経済新聞から概況をお伝えしたいと思います。ロシア連邦捜査委員会は、墜落した小型ジェット機の搭乗名簿に名前があった民間軍事会社ワグネルの創設者、プリゴジン氏の死亡を確認したと明らかにしたと。今後はプーチン政権がワグネルや同氏の後継体制を固められるかが焦点になるというふうに書いています。やっぱり DNA 鑑定でプリゴジンだったっていうのが分かったってことなんですね。とロシア政府は発表したっていうことを。なるほど、ロシア政府は発表。ただこれ私の心証だとこれ正しいんじゃないかなって、本当に死亡したんではないかなっていう気はします。森永さん、そう思うのは何でですか。やっぱりですね、これ偽装するっていうか、もう飛行機に乗ったっていうのは状況証拠から明らかで、墜落する映像もあるし、もし生きているんであれば、ここまで大掛かりな茶番劇をわざわざする必要があるのかなっていう、そこまでは守らないんじゃないかっていう気はすごくします。で、このモスクワ北西にあるトベリ州の墜落現場から回収した遺体を DNA 鑑定した結果、搭乗者名簿にあった10人全員の身元を確認したと。で、プリゴジン氏や幹部のドミトリー・ウトキン氏、このウトキンさんというのも幹部で、まあ、ワグネルの名前を付けた人だって言われてるんですけれども、その人も含まれているというと。で、プリゴジン氏の死亡に関してロシアメディアでは、ワグネルの行方や政権の指示を受けて動く、指導的役割を誰が担うかに関心が集まっている、うん、新しい司令官として名前が浮上するのが幹部の一人の、アンドレイ・トロシェフ氏だと、はい、武装蜂起が頓挫した後、プーチン氏が6月29日に大統領府で開いたプリゴジン氏ら主要メンバー35人との会合で自ら名前を挙げたというと。あは、これプーチンさんのお気に入りってことですか。そうそうそう、だお前やれと、ロシア国防省との契約に同意する戦闘員たちの新しい指揮官として提案したということなんですね。この民間軍事会社のワグネルっていうのはやっぱりロシアとしても利用価値があるから今後どうしていこうかってことなんですね。なら今まで散々利用してきたわけですよ、うん、特にその国としてやるにはあまりにえげつないその戦闘っていう、まあ汚れ役を全部引き受ける、まあ鉄砲玉みたいな感じで活躍してきたわけですね、うんうん、でそこがまあ反乱を起こしたと。だからそのワグネルが反乱を起こしてもう残り200キロですかのところまで進軍してったわけでしょ、はいうんはい、だからあそこですよね。あそこでプリゴジンが結局その作戦をやめたっていうところが勝負の分かれ目だった気がしますね。だからあそこでビビったわけですよね、まあ、命がなくなるぞ脅されて、うん、だけど結局命なくしたわけじゃないですか、はい、だからやっぱりね、バットは振り始めたら最後まで振り抜くっていうのが、うんうん、私は基本なんですけど、基本だと思うんですけど、それは伝わらなかったっていうことですね。で、読売新聞が、じゃあ、これからそのワグネルをどうするのかっていうことを書いていて、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ侵略に自発的に参加する戦闘員らに対し、
国家への忠誠の制約を義務付ける大統領令に署名したと。23日にジェット機の墜落で死亡した、プリコジン氏が創設した民間軍事会社ワグネルの戦闘員らを念頭に国防省の統制を強化し、事実上軍に編入する狙いがあると見られるというふうに報じています。で、ロイター通信はですね、大統領令についてワグネルなどの民間軍事会社を国家の厳しい管理下に置こうとする動きだと。で、一方ロシア国内ではプリコジン氏らワグネル幹部を追悼する動きが続いていると。モスクワ中心部の教会近くにはプリコジン氏やワグネルの名付け親とされるウトキン氏の写真が置かれ、連日多くの人が花を手向けている、地元メディアは訪れた人がプリコジン氏らは国家に多大な貢献をしたと語る様子を報じている。だからこうロシアの一般国民も、まあ、政府にずけずけものを言うプリコジン氏への一定の支持を示していた、ね、そうですよね。ただロシアで公然と政府を批判すると、まあ、捕まったりいろいろ大変なことになるので、まあ、ワンクッションを置いてプリコジン頑張れって言ってる人もたくさんいたっていうことで、まあ、だからこそちょっと今回お仕置きを受けたのかなって、うん、まあ、お仕置きというか殺されたわけですよね普通に見れば、はいはい、で何が起こったのかって朝日新聞が、詳しく書いています。軍に近いとされるロシアの SNS はプリコジン氏がプーチン大統領との最後の対面後激怒していたと伝えたと。一方ロシアメディアはジェット機が今回の飛行前に修理で不審な部品を使ったと伝えており爆破されたとの見方を強めている、うんうん、でこの SNS によるとプリコジン氏はですね、拠点とするサンクトペテルブルクからモスクワへのフライトでは音楽を聴き乗務員に冗談を言うなど上機嫌だった、うん、ところがこの会談後プーチン大統領との会談後の帰りの便では1時間の飛行中ずっと激怒してたの幹部を叱っていたという。会談で何を話したからこんなに機嫌悪くなったんですかね、でロシアの有力紙、コメルサントによるとプーチン氏は会談でワグネル側に司令官の一人を新たなトップとし国防省と契約して戦場に戻ることを提案したがプリコジン氏は納得しなかったと。この時点で2人の亀裂が決定的になった可能性がある。つまりプーチン大統領はプリコジン氏に自由にやるんじゃないと、軍の司令官を前のところのトップに据えるからそれで国防省の下につけって言っていきなりザッ賢じゃねえぞ、なんだ俺が国防省の下につかないきゃいけないんだって荒れたんだと私は思います。の、まあ、プリコジンからすれば民間軍事会社ワグネルとしてやってきたんだと、はい、なんであんたらの傘下にいなきゃいけないんだよって言って喧嘩ができるほどまだプリコジンは対等というか、はい、プーチンに対して歯向かえると思ってたんですね、この段階で。ところが帰りの飛行機も墜落しちゃってるんですもん。恐ろしい話です。これじゃなくて最近なんですよ。この飛行機が墜落したのは、うんうん、先週プリコジン氏が久しぶりにアフリカからビデオ映像を公開しましたよね、うん、お前おとなしくしてろって言ってたのが、はあ、なるほど、アフリカの幸福をもたらすのはワグナルだってまた表舞台に出てきてしまって、分かってねえなって話になったんだ。それが激怒につながった、プーチン大統領の激励に触れたんじゃないかって言われてるんですけれども、うん、まあでもいずれにしても本当そのこの墜落がね、で、まあ、ロシアメディアもこの爆発物が取り付けられた可能性を指摘しているんです、うん、私あのメーデーっていうテレビ番組ずっと全部見てるんですけど、どんな番組なんですか。あの飛行機が墜落するところだけを毎週毎週やる番組なんですけど、あるんですかそれ、はい、あのケーブルテレビでやってるんですけど、はいはい、あのそれずっと百何十回分見た経験で言うと、あの落ち方はこうエンジンの故障とかで落ちる落ち方じゃないんですよ。後ろの方で何かが爆発した時の
明らかに落ち方だ。煙の出方とかやっぱ違うんだ。それから落ちる角度とか角度も違うんだ。全然違うんですよ、はい、私も誰だかは知らないですけど、うん、誰かが爆発物を仕掛けた可能性が極めて高い。もちろんこれロシア側はそんなことは否定してますよね、うん、まあ、事故ですよって、事故のわけねえだろ、ないだろう私は思いますけれども、朝日新聞にですね、オバマ政権で、CIA 長官を務めた、レオン・パネッタ氏がですね、朝日新聞の取材に対してですね、これから数週間が非常に重要な時期だという指摘をしているということなんですね。ね、このプーチン大統領がですね、プリコジン氏とワグネルの指導者たちを狙う決断を下し、爆弾を仕掛けるなどして墜落させたのは明らかだと、この元 CIA 長官は言っています。ね、暗殺だったということなんですけれども、ね、プーチン氏の関心が国内に向いているチャンスを捉え、反撃をこう、ウクライナの反攻攻勢を加速させるべきだというふうに訴えた。うん、もうアメリカの、まあ、CIA 元長官だから、もうこれ、ウクライナ側に向けてのメッセージなわけですか。うん、ただですね、元 CIA 長官がそう言ってる割に、アメリカは、例えば、ウクライナに戦闘機の供与をまだしないんですよね。なるほど。チャンスだって言うんだったら、なんで動かないんでしょうか。ねえ、もう1年半も経つのにというね、はい、感じですね。長官読み比べでした。時刻は8時56分に間もなくなります。それでは今日のゲストの方をご紹介しましょう。ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。コージーアップからの流れでご出演というのが今までのパターンだったんですけど、今日はね、須田さんもフレッシュですよ。はい、フレッシュフレッシュじゃないみたいじゃないいやいや。コージーアップは明日なんですけれども、はいはい、なんか聞くところによると、森永さんが、森田さんが、うん、わけのわかんないことまた言い出すっていうので、そうちょっとそれフォローアップしようかなと。いや、もうお目付け役ですから。森永さんが言ってることがどれぐらい正しくて、あるいはどれぐらい無茶苦茶なのかっていうのはですね、もう一人やっぱりファクトチェックが必要なんですね。もう須田さんです、それ。これ一人っきりだったら無茶苦茶の話で終わっちゃうから。終わっちゃうんです。終わっちゃう。終わっちゃうんです。反論ございますか？いやいや、もう今日須田さんが、もう全面的に正しいと。私は 100% 支持するっておっしゃると思います。森永卓郎総理の今日はキーワード骨太の方針ですからね、はい、施政方針演説と言ってもいいんですけど、はい、これはこの後9時でたっぷりとチェックしていただきますが、はいはい、江戸川区のフェリスさんがですね、私若い頃森永卓郎さんって人を受け入れることができなかったんですそんなの送ってくるなよところが、これ女性の方ですよ、50歳。最近面白いし、ニュースの説明分かりやすいし、本当に総理大臣になってほしいとすら思っちゃうんですと。出川哲朗さんが昔嫌われていたけど最近みんなから愛されるようになったみたいに、私は森永卓郎さん時代が来るのではないかと思ってますと。でもテレビとかは干されてますからね、今。ああ、そうですね。はい。それはだから逆に言うと、本当のことを言ってるからですよ。あ、そうそうそう。それがだから刺さり始めてるってことですよね。いや、でもこれね、冗談じゃなくてね、どうもね、財務省的に回すと手に出られないっていう傾向がありますよね。ああ、そうそうそう、そうなんですね。もう、テレビのプロデューサーではっきり言ってる人がいるそうですから。私は、ほとんどの番組でそれで敵に近くなって、まあ、敵に回してるのは財務省だけではないとは一言言ってますけど、なるほどただ森永さん横にはツッコミの柿花さんがやっぱりいないとね、柿花さんが森永卓郎さんを美味しくしているんだと思います。この一言僕読みたかったんです、単純に。じゃあ今度セットで営業に行きましょう。最近ですセット売りが多くて困ってるんですよ。 White Butterflies は？はい。敵に回してるの財務省だけではないという時刻は9時になりました。東京有楽町日本放送柿花正あなたとハッピー。この時間は過払い金の確認なら司法書士法人中央事務所がお送りします。あなたとハッピー。物価上昇と増税の波、日本経済と我々の暮らしはこれからどうなるのか、
須田慎一郎さん、森永卓郎さんに伺います。くじの聞きどこ。さあ、あなたとハッピー、今週はとんでも企画と自分から言っちゃってるんですけど、僕は夏のお気軽経済サミット、もしも森永卓郎が総理大臣だったらということで、森永卓郎さんに加えて今日はジャーナリスト須田慎一郎さんをゲストにお迎えしてお送りしていきます。須田さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、初日の今日はですね、森永総理の骨太の方針、基本政策について発表してもらうんですけれど、うん、はい、森永さんの基本政策、骨太の方針の発表の前にですね、うん、須田さんがちょうどたまたま発売されたばっかりの雑誌にですね、クライテリオンという雑誌に、まさにこの骨太の方針をめぐる攻防を、この裏側面白いんですね、これ、書いているので、ちょっとこれに触れておきたいんですね。なぜかというと、そもそも骨太の方針って何ぞやっていうことの説明にもなると思うんですよ。須田さん、これ骨太の方針っていうのは、まあ基本的に総理大臣が、まあ予算の枠組みを発表するというイメージでいるんですけど、予算ってね、予算編成作業って実は今月8月からね、通常の作業始まるんですよ。概算要求基準、よくシーリングなんて言葉あると思うんですが、はい、予算の上限を決めるんですね。来年度予算の上限はここまでですよと、うん、概算要求基準、いわゆる上限を決めた後にですね、で各省庁から概算要求という形で予算要求が行われる、うん、普通はここから始まるんだけども、うん、そうするとね、なんか予算って財務省が作ってるんだね、財務省の司計局が作ったんだよなってことになってしまうじゃないですか、うんうん、そうじゃなくて、やっぱり民意を付託された受けた、やっぱり政治家がやっぱりその辺はリードしないといけないよねということで、実は国民の声を聞くために国会議員が選ばれてるんだからね、反映させるために、ね、反映させるために。でそこで6月にですね、この骨太の方針、経済財政運営の基本指針というのを決めるんですよ、うん、この基本指針、何の基本指針かっていうと、来年度予算の基本指針なんですよね、うんうん、これ、まあ経済財政運営会議というところで、諮問会議か、議長がこれ総理大臣。総理大臣。ここで決めて、そして与党に諮って了解を取って閣議決定で、来年度予算の方針が決まるというね。そのために、この骨太の方針で極めて重要な方針。すごく言っちゃうと、森永さんがまあ総理大臣だったらというテーマだから分かりやすいと思うんですけど、総理大臣がやりたいことっていうのは基本的に、予算に反映されると言っていいわけですね。ありとあらゆることはお金がついてまいりますからね。そうですね。ということなんですね。ただ、これを決めるときに、実は総理大臣が本当にやりたいことなんか関係なくて、実は財務官僚がいろんな手を、あの手この手を使って、ね、須田さんのこの記事によるとですよ、結局はなんか総理大臣なんか、もっと言うと国会議員が国民の声を反映するどころじゃなくて、うん、やっぱ財務官僚が割とやりたいようにやっちゃってるよねっていうのが、出ちゃってますね、この。そう、経済財政諮問会議の事務局は財務官僚がやってますから、うん、そこがですね、目盗んでいろいろ書き込んでいくんですよ。そういうことがね、やっぱ書き方とかによって、あるいは、文言によって、まあ、ごまかされちゃって気づかない、なんか紛れ込ませてわからないように、そうなんです、安倍総理ですらしてやられたという一言言ったみたいな発言があって。だからやっぱりそのあたりはね、経済に関して明るいっていうかね、詳しい、よく知っている財政についても、うん、詳しいね、方が目光らしてこないとですね、うん、もう本当に。そうそう。だから財務官僚、これ何をやろうとしたからみんな怒ってるんですか、国会議員の皆さん。いや、だから国会議員としては、やっぱり積極財政と言ったらいいのかな、うん、やっぱり景気を良くするために、うん、もっともっとお金使っていこうよっていう方向で行きたいのに、いや、そんなこと、財務官僚の腹の中ですよ、腹の内ですよ。いや、そんなことやったら国の財政は破綻しちゃうよね。緊縮財政で行こう。明確なことをやろうと。で、だから、積極財政で行きたいというね、国会議員の目をごまかして、緊縮財政に行くというのが、要するにこれまで財務官僚が骨太の方針でやってきたこと。何年にわたってやってきたことなんですか？2015年からやってきました。ずっと今までやってきたこと。これに関して森永さんどうですか？まあ、2015年って須田さんおっしゃいましたけど、実は財務省の中で、財政再建元年っていう言葉が出てきたのが、1980年ぐらいなんですよ。そんな古いんだ。その経済財政諮問会議の歴史は浅いんですけど、実はその前から始まってるんですよ、この財政緊縮っていうのは、うん、まあだからもう前から始まってるも何も、財務心理教という本で森永さんが指摘したように、ある種の教義、考え方の根本なんですね。そう、基本はね、教義を法律にした財政法っていうのがあってですね、うんうん、この財政法っていうのは、まあ、建設国債とかは出してもいいけど、基本的には税収の範囲内じゃないと歳出を決めてはいけない、うん、つまり、財政均衡主義っていう財務心理教の一番の教義があるんですけど、うん、
これが日本では法律に書いてあるっていうすごいことになってるんです。へえ、そうなんだ。そうなんです。はあ、ははあ。なら、まず、それを撤廃するっていうところから始めないといけない。なるほどね。ということで、まあ、じゃあ森永総理の、はい、骨太の方針、基本政策についてお待たせいたしました。伺っていきたいと思いますが、はい、さあ、森永さん、お願いいたします。どういう独自の政策案をお持ちなんでしょうか。うん、財政均衡主義っていうのを捨ててですね、うん、この財政法に、毎年の予算編成はプライマリーバランス、基礎的財政収支、赤字100兆円以内で編成することって書くんです。つまり、はい、うん、毎年100兆円ずつ永久に赤字を出し続けて、うん、OK ですほーっていう風に変えます。すごい転換ですね。これは須田さん、まずいかがですか。ちなみにプライマリーバランスっていうのは、はい、国の予算ってありますけどね、だいたい4割方が借金の利払いで消えていくんですよ、うんうん、で残りが政策経費と言われているものなんだけども、うん、この政策経費を税収の範囲内で抑えましょうと、うん、でそうすると新たな新規の借金は増えていかないじゃないですか。なるほど。これはプライマリーバランスで、まあそういった点で言うと、それをですね、黒字化を義務化じゃなくて赤字にするってことは、もっともっと使っていこうっていうことなんですが、うん、これ一見するとね、うん、とんでものみたいじゃないですか。家庭で考えたらとんでものですよね。とんでものですよね。お父さんの入ってくる給料よりも、毎月たくさん私たち使っていいよねっていう。いや、もっとわかりやすく言うと、かつての柿花さんですよね、それね。そういうことですね。月収以上に競馬を買っていたっていう。で、それ、まあまあで、そういうことに聞こえるんですよ。でも違う。違う。そんなことしたら、はい。もうそれが正しい。正しい正しい。お、須田さんのまずお墨付きがある。これ正しいと思う理由は。これは正しいという理由はね、こういうことなんですよ。で、そのお金を使うことによって、ちゃんと経済を成長させていきましょうと。うん、で、経済を成長するっていうことは、収入を増やすんですよ。お金使って成長しなければ、要するに、ずーっと収入一緒か、あるいは減っていってしまう。うん、ね。で、そうすると、どん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 日本の国、あるいは国民は貧乏になっていってしまう。じゃなくて、お金使って成長して収入増やせば、ね、借金の総額増えるかもしれないけど、それ以上に収入が増えれば何にも問題ないじゃないか。一番大事なのは経済の成長。成長。これかつて、安倍総理がやろうとしたことなんですか？やったんです。例えば、今から3年前、2020年度、うん、プライマリーバランス、80兆円の赤字を出しました。これ決算の数字です。はい、いいですか。それまで財務省は何て言ったかって、まあ、10兆も20兆も赤字出したら、国債が暴落し、為替が暴落し、ハイパーインフレが襲いますよってずっと言ってきたんです。うん、ところが、80兆も赤字を出して、セーフ何にも起こんなかったわけです。うんうん、だから80兆赤字出して大丈夫だったんだから、100兆赤字出しても大丈夫です。それは大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫。大丈夫。ほうほうほう。何も起こらない。何も起こらない。これ個人やその地方政府と違って、国は通貨を発行できるので、だ100兆円赤字出してもその分を国債発行して全部日銀に持たせれば何も問題ないんです。うん、確かにね、通貨の発行量が増えれば、インフレ、さっきハイパーインフレって言いましたけども、ハイパーインフレにならないでも、物価上がっていますよ、はい。上がっていくけれども、それ以上に収入が増えれば何の問題もないんですよ、うん。実はね、僕ね、今月、アメリカ西海岸に行ってきたんですよ。で、そして、向こうの日本人がいる、友人がいてね、食事に行きましょうよってんで、うん、なんか、日系の定食屋さん行ったの。は塩サバ定食いくらだか知ってます？塩サバ定食。アメリカ高いんだ。まあ、日本で言ったら、まあ、1000円しないですよね。うん、そうですね。2500円ぐらい。日本円換算5400円。ただね、みんな普通に食べてんだよ。だって、初任給50万ぐらいもらってるから。ああ。日本人の感覚で言ったらバカ高いけど。うん。そうか、50万もらってれば。だから、所得収入が増えれば、うん、5000円の塩サバ定食も食べられるのよ。まあ、物価ってそういう考え方ですよね。そういう考え方。おお、なるほどね。だから、はい、その、日本だけなんですよ、この30年間成長してないのは。うんうんうん、で、その、大きな原因が、この財務省の財政均衡主義。うん、とにかく支出を増やさない。で、もう、だって社会保障だって散々抑え込んできたわけですね。うんうん、だけど、何のために政府があるか。それは、教育と社会保障をやるっていうのが一番の責務なんです、政府の。うんうん、それを放棄して、帳尻を合わせることだけに邁進してきたです。日本人はでもそれにもう30年間
ある種こうもう感覚的に麻痺しちゃってて、おっしゃる通り、それが普通だと思ってるしっていうことも問題ですよね、うんうんうん、だからね、異常にこのデフレが続いた結果何が起こったかっていうと、例えばよくねビッグマック指数ってあるじゃないですか、はいはい、ビッグマックってどこの国で食べてもクオリティっていうのかな、あの入ってるバンズは3枚あるし、うん、ね、あのパティは2枚、ハンバーグは2枚あるでしょ、うん、あれ変わんないんですよ、うん、だからその国の物価水準が押し量ることができるんですよ、うん、で今じゃあ日本は何位か、世界何位か、トップはスイスです。日本は44位、44位、日本よりもインドネシアやタイや韓国の方がビッグマックの価格は高いんですよ。わー、なるほどね、安すぎるのよ、うん、安すぎる、うん、安すぎる、安いからいいじゃないじゃなくて、これ実は国の経済の力を表しているとも言えるわけですよね、で結果的に安いから賃金も安いわけですよ、賃金が安い、だから稼ぎはね、企業の儲けも少ない、はい、うん、でこの100兆円の赤字でいいっていう発想の転換をするだけで、はい、すごいことができるんです、うんうん、まず、うん、消費税をゼロにする、これ30兆円でできます、はい、そうするとね、これ実は10月からインボイス制度っていうのが始まって、うん、まあ中小零細事業者ひどい目に遭うんですけど、それだけじゃなくて普通の課税事業者もまあめんどくさいんです、経理処理が、うん、もうほんと頭抱えちゃうぐらいめんどくさくなるんですけど、そういうくったらねえ作業全部なくなる、うん、いい話ですね、まして消費税がなくなっただけでみんな買い物をしますよね、うん、だって全部 10% 引き大セールだもん、はいはいはい、だから生活も豊かになるわけです、経済的に活気づくのは分かりますね、でもこれが30兆円でできるんだったら、うん、まだ70兆円残ってますよ、うん、はい、うん、でこの70兆円使ってベーシックインカムを導入します。ベーシックインカムっていうのは所得とか性別とかあらゆる属性と無関係に、はい、国民一人毎月7万円給付します。だからあの定額給付金ってあったじゃないですか、はい、あれを日常的にやるってことですか。そうです、毎月、だからこれ例えば4人家族だと毎月28万円、あの後編とこ子供さんにいるんで毎月35万円入ってる。おー、するとやっぱ子供がいる方がいっぱいもらえるから子供も作ろうかみたいな、うん、少子化対策にもなりますね。でもっといいのは今ですね、金のために歯食いしばって頑張っている人って世の中にたくさんいるんです。もうこれね、間違いないと思うんですけど、会社って行くと必ずバカな上司がいるんですよ、うん、でこのバカな上司が理不尽な命令をしてくるわけだ。あんなことやったって意味ねえじゃん。でも暮らしていくためにはしょうがないっつって歯食いしばって意味のないくったらねえ仕事を必死でやってるんです皆さん。なるほど。でこのベーシックインカムは今まで世界で社会実験が行われてきて、その共通の結論は、うん、勤労意欲は奪わないんです。あ、そうなんだ。みんな働くんですけど、うん、仕事の中身がガラッと変わる。みんなが楽しい仕事をするように社会実験としてはやってるけど、正式採用してる国はどこもないです。だから世界で初めてやるんです。ちょっとそこが気になるんですけどね。まあまあ、ベーシックインカムについてもっと後で須田さんの意見も聞きながら、具体的に森永さんのイメージしてるベーシックインカムも聞きたいんですけど、はい、じゃあここまでの、じゃあまず一つは、森永さんの一番の方針は、100兆円の赤字 OK というところ。それを永久に出し続ける。毎年やっても大丈夫っていうのは須田さんも賛成なんですね。はい、これ、100兆円っていうふうに切ってるところの根拠は何ですか？これはね、いくらやったらすごいインフレになっちゃうかっていうのはよくわからないんですよ、うん、でただそのこれも戦争の混乱でよくわかんないですけど、太平洋戦争の戦費って、GDP の9倍、言われているんですね、うん、でそれをその戦時国債出して賄ったわけです、うん、それでかなりその高めのインフレ、ハイパーにはなってないですけど、高めのインフレになったんで、まあ、今の物価感覚でいうと5000兆やるとちょっと高めのインフレになっちゃうので、うん、まあ、例えば3000兆円ぐらいだったら私はセーフだと思っていて、うん、でそうすると30年で割ると1回100兆円、はあはあ、であと安倍政権が80兆出しても大丈夫だ、実績があると、はい、うん、まあざっくりそんなもんかな。だからやっぱりこうリスクは当然分かった上でインフレになるというリスクを、うん、はい、それをちゃんと見ながらバランス取ってやっていける金額が
100兆円の赤字という根拠、はい、それは須田さんもまあ同じ考え方でいいんですか、うん、まあ100兆円ぐらいないとインパクトないでしょうしね、うん、使い道に関しては今の森永さんの2つの柱、消費税撤廃とベーシックインカムに関しては須田さんはどうですか、ですからね、これ国民に対する補助金なんですよ、どちらも、うん、消費税をもらわないということは、うん、これはもらったものを一旦返すか、これ補助金なんですよね。でもちろんベーシックインカムもこれ補助金ですから、うんうんうん、そうすると使えるお金が毎年毎年入ってくるんですが、それは使いますよ、うん、ね。そのお金を使えばこれ経済成長に結びついていくはずですから、うんうん、それについてはぜひやるべきだろうなと思いますけどね、うんうん、でも絶対使うって形にした方が良くないですか、だったらそのお金は。いや、なんか溜め込む方に回しちゃうと、ほらもうみんなデフレで、それは将来が不安だから溜め込む。マインド、マインド、マインドを変えなきゃいけないですよね。そう、毎年毎年入ってくれば、どう、かけ算使う、ね、もう使う使う。俺入ってこなくても使ってたんだから。マインドはすごい前向きですよ、僕は。それでね、もっと大きな問題っていうのは、その、楽しい仕事ほど金にならないんですよ。わ、うん、かります、うん、例えば私とカッキーのユニットは、うん、歌って踊っても、ほとんど金が稼げない。楽しい。でも楽しいでしょ。俺楽しくもないんですよ。あなたね。アーティスト活動ね。はい、楽しいです。楽しいです。だみんな、その、金のために嫌な仕事をするんじゃなくて、はい、要するにベーシックインカムが入ってくるっていうのが分かれば、うん、楽しい仕事をして、うん、そこで新たなクリエイティビティが生まれて、最終的にそのアートが金を稼ぐ。それは理想ですね。でも一番大事なのはマインドを変えることなんですね。そうですね。今日本に生きてて楽しい、来月だって楽しいことがきっとある、うん、来年も続く、うん、こういうふうに気持ちがあることがお金を回していくってことなんですよ。今みんな怖いからどん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 縮こまって貯める使わないコスパみたいなところに行っちゃうわけですよね。で、加えてね、うん、もし万が一のためにってことで貯金に回すわけじゃないですか、はい、うん、ね、将来不安だから、はい、そういう不安を解消し、万が一の時はないんですよ。ずっとこれだけ森永総理であり続けるからにはお金が入ってくるんですよって言ったら、はい、やっぱりそ使えますよ。使えば今度経済は成長し、その一方で消費税はないけれども、うん、所得税法人税が上がっていく、うん、税収も増えるのよこれ。そう、そういうことなんですね。そう、だから好循環に今まで一回もなったことがないんですよね、うん、こういうこの30年間ね、30年間好循環の経験がないから、みんななんか夢のようなこと言ってるような気持ち、信じられないよ、そうそう、なんだけど岸田総理は賃金上げれば好循環になるっておっしゃってたんですよ、ついこの間まで、はいはい、でもやっぱり蓋開けてみたら実質賃金下がってるわけですから、うん、うまく回ってないねってことですね、うん、はい、うん、はい、この後も須田慎一郎さんにいろいろチェックしていただきながら、もしも森永卓郎が総理大臣だったらという企画をお送りしてまいります。夏の沖縄経済サミット、もしも森永卓郎が総理大臣だったら、今日のコメンテーターは須田慎一郎さんと森永卓郎さんです。神戸牛の切り落とし1キロのプレゼントもあります。さあ、時刻は9時32分になりました。今スタジオのドラがいて、仲良くシンシンとタクタクが2人並んでどちらへ行ってスモーキンタイムに、はい、一服一服、仲いいですね。なんだかんだお二人、いや仲いいんですよ本当に。ねえ、ねえ、見た目も似たような。似てますか？似ているというと須田さんにちょっと悪いような。いや須田さんほらスーツ着てないと、私と同じ種類になっちゃうんですよ。そう、T シャツ着てでも着てる T シャツ違う。着てる T シャツ、でも須田さんはハワイって書いた T シャツ、これアメリカ製。アメリカ製、私のも、私の中学の同級生で、うん、アリゾナで、インチキ寿司職人やってるやつがいるんですけど、アメリカ製。アメリカ製。ヨレヨレなんですよ。いや森永さんの。何度も洗ってる。さっきの話に戻るとね、1500万もらってるんで、その寿司職人の。え？練習、ね。ちゃんと修行してないんですよ。だけど。だからほら、だって日本だと、ちゃんと修行という名で、お店に仕えて、大将に時々蹴られたりとかしながら、頑張って一人前になっていくわけでしょ、うん、そうそう、うん。そいつね、もうヒゲボーボーにしてて、日本だったら絶対客来ない要望なんです。うん、だ今見た目、私人のこと言えないですけど、綺麗じゃないわけですよ。それでも、アメリカで寿司握ってると、なんかね、日本人だと、それっぽいみたいなんですよ。うん、だから、
結構な金稼いで、今の言い方だとブサイクで大した修行もしてないのにアメリカだから金稼いでるって話ですけど、あ、まあ要約するとです見た目はともかくとして、あのアメリカでほらそれこそ、はい、やっぱ寿司学校みたいなことにちょこっと通って、うん、だから寿司職人ですって言うとお店で持てたりとか、はい、やっぱりそれこそ景気が違うから、はい、やっぱ年収レベルで比較すると日本人より何倍ももらってるって、そうなんですよね、ええ、いやだから本当にさっきの話じゃないですけど、なんかデフレに慣れてしまった日本人がもう感覚的にもう分かんなくなっちゃってるっていうね、そういう、はい、ねえ、もうこのまま行くとみんなアメリカの寿司職人になっちゃうぞ。ならないから、それはそれで問題ですから、みんなアメリカに行くのはそれ大変なことで、はい、でもさっき森永さんが言った、うん、ベーシックインカムっていう話ちょっとしたいんですけど、確かに理想的ですけど、ええ採用してる国がどこもないっていうのも気になるんですよね。そうですね。だからこういう発想したらどうですか、ベーシックインカムっては言うんだけども、うん、現金を配っていくってこれ大変じゃないですか。うんうん、だから、あの、通常はね、減税ですよね。うん、所得税、給付付きの所得税減税。うんうん、だから所得税納めてない人は給付金がもらえるけども、うん、納めてる人はその納税額がぐーっと減っていくって、うん。そういうイメージですよね。イメージね。うん、はいはい。いいじゃん。ね。いや、いいですよ、それ。日本、いいじゃんって。誰も反応しないですよ。うん、それがもし、続くんだったらずっと、だから続くんです。なぜ続くかっていうと、日本の財政は今世界一健全なんです、うん、これね、前にも話しましたけど、借金の金利っていうのは信用がないやつほど高くなるわけです。はい、それもう柿穴先生がよくご経験だと思いますけど、はい、私は高いところしか貸してくれませんでしたそうそうそう、はい、今日本の国債 0.6% ですよ、うん、金利、うん、10年債で、はい、なんで世界一低いかって、日本の財政が世界一健全だから、はいはい、だから日本はできるんです。まあ、でも財務省の言う財政健全化っていうのは別に森永さんが批判してるんじゃなくて、財政は健全なことに越したことはないけど、それにこだわってお金を出さないようにするからみんなが疲弊してんでしょって話ですね。今年度このまま補正組まなかったらプライマリーバランス黒字になるんですよ、うん、財政が黒字で借金もねえのにまだ増税増税増税って言い続けてるっていうのがおかしいんじゃないの、うん、で森永総理としてはどういうふうに変えていきたいかってもっと改めて話を聞きますけど、まず減税をするんですね。減税する、はい、減税をする、はい、うん、それは主に消費税でやる。あの消費税が私は一番公平なんだと思います、うん、なんでかというとみんな払ってるからです、はい、うん、でこれはもう貧乏な人も、うん、みんな払ってるわけですよ、うん、年金生活者も払っている、はいはい、でしかもこれ逆進性があるって言われていて、うんうん、所得が低いほど人ほど収入に対する負担率が大きい、はい、確かに。さっき交際費の話ありましたね、うん、ありましたね。あの本当に権力を握ってる人っていうのは消費税なんか払っちゃいないって、これなかなか受け入れてもらえないんですけど、うんうん、例えば私の知っている金持ちは全部経費です。生活の全てが経費、うん、飲み食いも経費、銀座のお姉さんに払うお金も経費、うん、誰とは言わないですけれども愛人に対するお手当も経費どういう仕組みですかそれ。経費で落ちるの、はい、自分の会社の社員にしちゃうんですよ。なるほど。お手当をでしょ。私前ね、いやいやいや、でしょって何何暴露話があるの。あ、そうそう大田区の工場の実態調査っていうのを役所の仕事してた時に、うん、その従業員の給料のことを聞いてて、一番給料の高い従業員はいくらもらってんですかって聞いたら、え、その従業員には愛人を含むのかって社長に。それつまり愛人を従業員として雇ってて、一番その愛人が従業お金をもらってるって話じゃない。そう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 、いるんですよ。そういう仕組みができちゃうから消費税は不公平だよねって話になるわけですね。そう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 、だからもう全部経費で落とせると、あの仕入れ控除って言って消費税は戻ってくるわけですよ、うんうん、だから金持ちは全然払っちゃいないんです消費税なんて、うん、まあ、だ税金の話はまた木曜日に詳しく聞くんですけど、でじゃあ減税をしましょうと、うん、減税することによってみんながお金に不安がなくなるから、はい、まあ、負担もなくなるし、うん、お金をどんどん使う、はい、というふうになると、はい、な、あのアベノミクスの時の経験で言うとね、アベノミクスの3本の矢で、まあ、成長戦略はとりあえず置いといて、うん、
金融緩和と財政出動両方やったんです、2013年度、はい、これ何が起こったかご存知ですか。実は前物価上昇率マイナスだったんですけど、たった1年で物価上昇率 2% 本当にわずかに下回るところ、うん、一気に回復した。だから最初の黒田バズーカと言われた、あれはすごい成果がめちゃめちゃ出たんですね。だからそれに加えて財政出動したからなんです。そうそうそう、うんうんうん、ところが2014年に消費税増税したわけですよ、うん、その瞬間にあっという間に物価が下落してって1年でデフレに戻っちゃったんです。結局その日銀の政策の時に森永さんがね、そういうふうに検証したじゃないですか。うまくいきかけたのに冷や水を浴びせたのは消費増税だと、うん、はい、それは須田さんも同じ考えです。そうですね、間違いない、間違いない、間違いない。でそれを裏返せばですよ、消費税下げた途端に景気はもうピーカンデリになるわけです、うん、大丈夫、もうみんなもう不安になって縮こまって、ある種この価格帯で生活で満足してるからマインドそのものが変わるのに時間がかかる、ね、あるいは変わらないっていう手はないんですか、うん、大丈夫なんですかね。それは大丈夫ですよ。大丈夫です、ええ、未来が明るいと感じられる。そうですそうです、はい、ええ、もう未来へ英語は上げませんって言えばいいです。消費税は総理じゃないから言えるよね。未来英語消費税上げません、いや言っちゃっていいんですか。いや、そんなこと。だから、うん、その発想、掛川さんのね、その発想ってのはイコール財務省の発想なんだけども、うん、どうですか、日本の経済って未来英語を成長していかない、うん、あるいは横ばい、もしくは衰退していくってことを前提に考えるから増税増税する。違うんですよ。経済成長して、所得増やしていけば、うん。逆なんだね。国の所得もね、うん、税収として増やしていけば、全く消費税が頼らなくていいんですよ。うん。消費税にしがみついてるイコール、成長ないというネガティブ思考の表れ。そう、ネガティブ思考。なるほどね。ね、須田さんの言ってるのは極論でも何でもなくって、うん、日本以外はみんなそうなってるんです。日本以外はみんな成長してるわけです。だって30年成長しない姿を見せつけられたわけですよ。日本人は。僕51ですけど、22歳から働き始めてますから、うん、30年丸々その時間なんです。51でですよ、うん。ってことはもう若い人たちとか、全然知らないわけですよ、成長した頃の日本を。だからね、その30年前からずっと財政緊縮路線で来たわけですよ、うん。で、その失敗、30年かけてその失敗っていうのをみんな理解したじゃない。経験したはずじゃない。うん、だったらその逆やれば成長するんですよ。ねえ。ねえ。でも、やろうとする人が今いない。いや、だから自民党の中に、うん、その積極財政議連って須田さんも取り上げてましたけど、うんうん、100人以上いるわけです。100人いますね。責任ある積極財政を推進する議員連盟とかってですね、でそこはやろうやろうとしてるんだけども、うんうん、2つポイントがあってですね、ところはね、自民党のまあベテラン議員、大臣経験者とか長老とかね、執行部、このあたりも財務省にがんじがらめにされてるから、うん、ね、その若手中堅の言うことは一切聞きません。1点目、うん、そして2点目がですね、そういう議員連盟があってそういう人たちがいるってこと知らないでしょ。知らない。なぜ知らないのか。新聞書かない。書かない、うん、新聞もグルじゃないですか。だから新聞だって軽減税率で 2% 相当分の、うん、消費税 2% 相当分の補助金もらってるから、うんうん、財務省よりなんですよ、うん、テレビもそうですよ、ね、テレビも地上波テレビみんなそうなんですよ、ね、この番組大丈夫なのかって心配になってるんですよ。本当にこういうことを言ったら干されるわけでしょ、ええ、現に森永さんは干されて、須田さんは干されてないけど、うん、その違いは何か分かりませんか。いやでもね、でもラジオは大丈夫なんです。大丈夫です、大丈夫です。だから私の知る限り、はい、首相官邸にラジオ置いてないんです。そういう問題じゃないんだよ。それも困ったもんですね。いやいやいや、まあ聞かれてなんか干されるのも問題なんで、それは置いといて、だからそういう議員の皆さんもいて、考え方がある人たちの声が上には届かないわけでしょ、うん、でなんでかって上にいる人たちは財務省の皆さんの考え方、あるいはしがらみにがんじがらめになってるから。じゃあやっぱり一番やるべきことは森永総理は財務省の解体じゃないですか。あ、そうそうそう。だからその前に、まあ、世論を盛り上げないといけないので、うんうんうん、その積極財政議連のトップが今度景気循環学会高圧部会っていうのがあるんですよ、はい、そこで私喋ることです。私ねノーギャラの仕事って絶対しないんですけど、ここはノーギャラでいきます。日本を変えるために。この後もまだまだ話が続きます。ノーギャラでやる。夏の沖縄経済サミット、もしも森永卓郎が総理大臣だったら。今日のコメンテーターは須田慎一郎さんと森永卓郎さんです。神戸牛の切り落とし1キロのプレゼントもあります。
メールは happy@1242.com でお待ちしております。茨城県のラムスケさん37歳男性の方です。初めてメッセージを送ります。はい、今仕事しながら聞いてますが、うん、本当に本当に心の底から森永卓郎さんに総理大臣になってほしいと思ってます。支持率熱いっすよこれ。私は個人事業主ですが、ガソリン代や材料費など経費は高くなってるのに仕事の単価は上がらない。ましてインボイスは始まる。小さい子供もいるのでこれから先は不安です。森永さん、総理になって日本を変えてください。お願いしますと。いや、だからこれ総理大臣って残念ながら国会議員しかできないっていうルールになってるんですよね。なんか普通の大臣は民間人ができるのに、なんで総理大臣だけできないんだかよくわかんないんですけど。あの、大丈夫です。本当になってほしいっていうより、賛同してるっていう意味です。真似しないでください。受け取らないでください。心が半分なろうかなぐらいの気持ちだよね。つまり、こういう考え方って大事だよねっていうことですよ、うん。これを体現してくれる政治家が森永さんよりもルックスが良くて、うん、信頼性があって、うん、行動力がある人がいればいいんです。小切れでね。小切れ。小切れ大事。そうそうそう大事。大事、大事。これね、なかなか賛同してくれる人が、多くないんですけど、うん、政治家はね、見た目が綺麗な方が圧倒的に有利なんですよ。やっぱりね、うん、人は見た目が9割とかいう方もあるぐらいだから。はい、でもダメですよね、それは。なんで？見た目も良くない。いや、ブサメンも正解に。だって森永さんさっきだって寿司屋の人のこと自分ですっごいブサイクなのにって、明らかに自分で偏見披露してました。いや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 。ほら、お寿司は食べ物だからさ。いや、同じだよ。見れにしてない。なまあまあ、これラジオネーム稲森師匠さんがですね、あの予算でね、赤字毎年100兆円まで OK というのが斬新というかびっくりで、でも森拓さんだけの意見だったら不安なんですけど、須田さんがお墨付きを与えたので安心しましたと。わかる。これでもわかるのは、うん、やっぱ安倍晋三さんってのはそういう意味では実行したわけだから、80兆円の赤字を出して OK っていう実績を残したわけで、相当優秀だったんですね。だからね、一つだけ残念なことは、さっき森永さんが言われたように、はい、安倍政権下で、やっぱり消費税の増税やっちゃったんですよ。うん、で、それについては、まだね、少しは財務官僚のことを信用したから、大丈夫です。たくさんの資料とかデータとか用意して、説明を受けたから、だったらどうじゃないかってやったら、案の定失速しちゃった。うん、その安倍さんですら、やっぱり財務省のね、やっぱ優秀ですよ、財務官僚は。うん、騙されちゃうのよ。でも逆に言うと、そこの上位、財務官僚騙される前、安倍総理だけが、あ、これいいんじゃんっていうふうに採用した、うん、は、なんで安倍さんは採用できたんですか？安倍さんはね、真っ白なキャンバスだったんですよ。だから高橋芳さんとかの意見を素直に聞いたんです。あの、中途半端に勉強してるやつが一番騙されるんです。あの段階で、じゃあ消費税増税をもし拒んでたら、うん、日銀総裁だった黒田さんも、さすがやること有言実行ってなったし、でも黒田総裁自身が財務省出身だったんで、うん、本当はね、日銀総裁は岩田喜久夫先生にしないといけなかったんですよね。うん、いや、確かに岩田喜久夫さんのアイディアだとは言われてますよね。うん、はい、うん、で、審議委員に私を入れとけばもっと完璧だったと思うんですけどね。まあまあ、そんなたらればはいいんで。まあ、日銀はやるべきことをやったんですよ。やっぱり財政出動。ね。だから車の両輪なんですよ、はい。金融緩和だけではね、やはり景気回復は無理だったんですよ。うん、それを実験的にやってきて分かった。だから財政出動、今やれば、日本経済はね、復活するチャンス。今ね、ちょうどね、重大な機能だったんですよ。今。森永政策を進めれば、うん、バラ色の未来、うん。今のままの岸田政策だったら、もう地獄が待ってますから。しかし、岸田政策は、アベノミクス全否定に走ってますよ。むしろ。全否定。ですよね。そうなんです。だから金融も締める方向ですし、財政も締める方向。じゃあダメじゃないですか。この番組の中の今までの話からすればダメじゃないですか。だってそれがダメだっていうのはマクロ経済学の教科書に書いてあるんですよ。はあ、教科書に書いてあるからみんな専門家はダメだダメだ、須田さんだって森永さんだって高橋陽一先生だって言うわけじゃないですか、うん、ああ、なのに聞かないんでしょ。だからそれはなぜかっていうと財務省の考え方に縛られてるから、そうで、なぜ財務省が縛られてるかっていうのは、うん、
私はもうカルト教団化してるからだって言ってるんですけど、うん、これもなかなか広がらないんです。でそれじゃあもし仮に正しいとしてその意見が、うん、指くわえたまま見てるしかないんですか国民は、私たちは、ね、うん、ただね僕思うんですけどね、こういう企画自体がこういうメディアでね、うん、できるようになったってのは随分大きな変化だなと思うんですよ、はいはい、だからこれをねラジオ聞いてる皆さん方が理解して、うん、やっぱり声を上げていくっていうことが必要なんじゃないかなと思いますけどね、うん、そもそもメディアも取り上げられなかったこういう形で、うん、あるいはテレビはやんない、新聞書かない、じゃあ当然考え方としては入ってこないですよね、うん、こういう考え方もあるよっていうだけでも違うわけですよね、うん、そういう見方ができないですね、そうですね、判断から、うん、もしかしたらテレビ禁止にするとみんなラジオ聞くんじゃない？そういうこと言うからなんか、そこが干される人と干されない人の線引きが今あったわけですね。そういうことを言わないからまだ須田さんの仕事があるんです。そうなんです。まだまだお二人にお話を伺います。さあ続々とメールいただいてま す, います。いや思いのほか今回発表した森田さんのね、今のところ、はい、方針はですね、はい、かなり支持されていて、おまけに須田さんのお墨付きまでもらってるんでね、いやもう森田さんこれからテレビ出るときは須田さん一緒に連れてった方がいいですよ。いやだよ俺が。セット売りがいいって。いやでもこの二人のセットだと絵面が汚くなって。そうだね。だから絵面って一番ビジュアル気にしてるのはあなたなんじゃないですか。少し変えてみる。そうですよ。そんなに悪くないですよ言うほど。そうっすかね。嘘です。ポニーチョッパーさんです。須田さんに質問です。森田総理が実現したとしてですよ。本音でどれぐらい持つとお考えですかと。先ほどのくだらないこと言う嫌な上司いるじゃないですかって、あれ全部自分のことですよねって須田さん、森田総理は、でもさっきの話じゃないですけど、それこそ総理大臣っていろんな人に支えてもらって、うん、それは財務省にも支えてもらってるし、うん、まあ、いろんな方がいるわけですよ。自民党の中にもいろんな考え方があって、そういう意味ではしがらみの中でみんな生きてるわけじゃないですか。権力者ほど、多分。うん、なかなか難しいですよね、だからね、うん。とは言ってもね、先ほど申し上げたように、自民党の中にも、責任ある積極再生を推進する議員連盟っていうね、うん、森田さんと全く同じ意見を持っている国会議員、なんと102名もいるんですよ。ですね、それ以外にも、似たような考え方を持ってらっしゃる方もいらっしゃる、うん。ね。で、加えてね、これ意外なんだけども、財務官僚、実は財務官僚の中にも、若手はね、これどんどんなんかこう、ね、階段上がっていくと、なんか財務審議業に毒されてるんだけど、若手はね、やっぱりこれから積極財政でいかないといけないよなって考えてる人たちもやっぱりいるんですよ。だから森永さんが総理になることによって、うん、そういった人たちがね、日の当たるところに出てくる、メインストリームに出てくれば、十分もそう思いますよ。うん、だ結局権力構造を変えなきゃいけないんですね。そうそうそう。うん、ただね、その財務官僚の人に話聞いて、若手は分かってるんですよ。なぜみんな染まっちゃうんですか？毎回毎回、国会答弁を書くんですよ、うん、で国会答弁を書くときは財務審議協の協議に従って答弁を書かなきゃいけない。それ自分が書いてるんじゃなくて財務省の一員として書いてるからね。そうそうそう、うん、だからこれ実はこう写経をしているような状況になるほど。でそれがね、協議がどん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 入ってきちゃって、入ってるうちに、うん、染み込んできちゃう。だからみんな中高年になると信者になっちゃう。ましてや自分のお給料誰からもらってるんだってことを考えたり、組織にいる限りは出世していかなきゃいけないわけだから、それは構造の改革が必要ですよね、うん、だからね、今日ね、番組の冒頭っていうのが僕が登場した時に森永さんが意味軸も重要な、極めて重要なヒントを言ったんですよ、はい、何かその財務審議協というのは財政法というね、財政は健全でなきゃいけない、うん、収入の範囲内で支出をしなきゃいけないというね、そういう協議に基づいてるわけですよ、うん、これ財政法に明記されてるんですね、はい、財政法を改正しちゃえばよ。財政法が問題なんだ。財政法ってなんでできたんですか？誰が作ったんですか？最初からったの？最初からっておかしいけど。結構前から。結構前から。だから戦前の、やっぱりあの戦費をね、借金で賄った時の反省。反省があるんだ。でも随分時代に合わなくなってるって考え方は当然あっていいんですね、はいはい、10時台も須田慎一郎さん、森永拓郎さんとお送りします。夏の沖縄経済サミット、もしも森永拓郎が総理大臣だったら、今日のコメンテーターは須田慎一郎さんと森永拓郎さんです。神戸牛の切り落とし1キロのプレゼントもあります。さあ今日はジャーナリスト須田慎一郎さんをお迎えして、
森拓総理の、まあ、骨太の方針、ある種大きな大きな施政方針ですね。その方向性のまずチェックをしてもらってるんですけれど、なんとですね、須田さんからのお墨付きをいただくという展開になってまして、意外と予想外ですね。予想毎年予算は1兆円の赤字までは OK。100兆円。あ、100兆円。数字弱いから。100倍間違えるから。100兆円まで OK という考え方。で、日本の今停滞しているこれが当たり前だと思っている空気を変えるんだっていうね、うん、須田さんのこの考え方とってもいいですよね、これをね。そうそうそう、うん、だからそのためにはやっぱり財務省を変えないといけないんですけど、うん、今思いついたんですが、はい、竹中平蔵先生は嫌だっておっしゃったんで、今度財務省の幹部の方に日本放送に来ていただいて、でイマジンスタジオで金網デスマッチを渡して、なんでデスマッチになるの、議論じゃないの、議論じゃなくてもうあの肉体と肉体の負けるよ、せっかく正しいこと言ってても負けちゃっていいんですか。まあ、負けるかもしれないけど、うん、でも戦いを挑む、だから議論してください。 あのもし負けたら公平出します。あ、あいつ格闘家今目指してるの。あの森永康平さんのとおりで明日ゲストにいらっしゃるんで、それは取っといて、森永康平さんは色物にしないでください。素晴らしい。森永康平さんは今ね、いろんなメディアにね、ちゃんとしたこと言ってる森永って言われて、言われてるんですよ。白森永って言われてるんですよ。まともな森永って言われてる。でも、秋に格闘技デビューするので、うん、そこはね、ちょっと黒森永の血が流れてるんですよ。まともじゃないのもちょっと入ってるんですけど、まあ、それは明日伺うとして、マルローさんがですね、先週末の YouTube の動画で須田さんが、最近財務省の幹部と激論になったという話をちらっとなさってましたが、どんな議論なんでしょうかと。いや、だから日本経済、日本の景気はね、今重大な岐路に立たされていて、うん、やっぱり積極財政をすれば、うん、やっぱり自律的に経済を成長していけるような、うん、まあ、経済拡大、景気拡大に結びついていくよと、なんでそれやらないんだ、なんで日本を沈めていくような政策ばっかりやってるんだったら、そんなね、やってみなきゃわからない、一か八かの博打には我々は乗れないっていう、そういう。博打って考え方なんですね。博打って考え方。なんで博打と思っちゃうんですか。いや、だから彼らはその積極財政をしたら、今までずっと言ってきた国債が暴落して、うん、為替も暴落してハイパーインフラになるぞって思い込んでるんですよ。なったことあるんですか、今まで日本は。ないです。ハイパーインフレはないですよ、うん、あの太平洋戦争の時だって、まあ、戦後までちょっと高めのインフレが続いたんですけど、それでもね、ならすと 40% ぐらいの物価上昇率なんですね、あたり。ああ、それはちょっとすごいですね、でもね。いやいや、でも、ハイパーインフレってのは、1000%、2000%。ああ、そういうことなんだ。はあはあ。で、その後だって落ち着いてったわけですから。うん、過去との比較じゃ、他の国との比較で言うとどうなんですか今。いや、だから他、日本、だからその須田さんが言って、財務官僚でもそれは博打だって言ってるのを、他の国もやってないんじゃないですかっていう根拠があるんですか。いや、あの、だって日本とね、他の国を比較するとあまり意味がなくて、はいはい、日本の国の国債ってほとんど国内で消化されているから、うんうん、誰もがそれ紙くずになるとは思わないんですよ。なるほどね。だから、その信用力もあるし、うん、で、加えてあの、もし仮にね、日本の国債が紙くずになった時の保険ってのあるのね、はい。で、その保険のですね、確率といったのかね、両立が非常に低いんですよ。うん、だから、国際機関を含めて国際マーケットは、国際マーケットで、インターナショナルマーケットはね、日本の国の国債が紙くずになるなんてことは、誰もが想定してない。じゃあ、ギャンブルじゃないじゃないですか。うん、そうそうそう。なるほどね、これ。ね。各期に置き換えるとね、友達から借りてるうちはそんな怖くないんですよ。ただ怖いお兄さん、これ海外投資家っていうのは怖いお兄さんなんですけど、うん、怖いとこから借金すると痛い目に遭う、うん、しかも友達って言ってもすごいお金持ちの友達ですよね。それはね、すごい、なんかもう俺自分の代で使い切れないから金あっからさっていう友達から借りてるってことでしょ。そう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 、だからそんなね、怖いことにはならないんですっていうのがどうして。さっき須田さんが言った、日本は今どっちの方向に進むか、岐路に立ってるんですっていうことは、うん、好条件は揃ってるっていう言い方じゃないですか。だから千載一遇のチャンスを迎えてるんですよ。この30年にピリオドを打って、で、うん、ね、経済が成長していく、日本の、ね、再び日が昇っていくという今状況に差し掛かってるのに、ね、なんで足引っ張ってんのっていう。この好条件って
具体的にはいくつか挙げるとしたらどんなことが挙げられるんですか？例えばね、これたまたまこれ偶然なんだけれども、はい、日本にはですね、いわゆるそのコロナショックの時に使わなかったお金、いわゆる強制貯蓄っていうのは50兆円を超えてあるんですよ、個人には、企業の手元に、はい、いつ使おうと思えば使える、うん、でもなんか将来不安だから使わないで取っとこうかななんてことになると全く意味がないんだけれども、うんうんうん、でこれが1点目ね、はい、で2点目としてはですね、やっぱりなんで30年間ずっと景気悪かったのかっていうと、企業だとか生産者、この生産者農家なんかも含めてね、うん、の供給能力よりも需要が少なかったんですよ、うんうん、これは需給ギャップというふうに言うんだけども、はい、ピーク時で30兆とか40兆年間にあったのね、うん、今これがなんとかね、アベノミクスの効果なんかもあって10兆円ぐらいまで、ね、狭まってきたんですよ、縮まってきたんですよ、うん、だから何かを買いたいとか、楽しみたいとか、うん、そういう、まあ、すごく簡単に言い方するとそういうことですよね。ええ、欲しいものがあるとか。だから、それがもっともっと本来であれば、ええ、今の3倍ぐらいまでみんなポテンシャルはあるはずなのに、ええ、今まあちょっと、肩をすぼめて縮こまってるよねって話ですよね。で、あと10兆円超えてお金使えば、うん、供給能力が需要が弱まって、企業業績が良くなっていくし、うん、ね、企業業績が良くなれば、人々の給料、所得は増えていくわけだから、うん、また買う力が増しますよ。うん、当然、ね、需要が、供給より需要が増えてるから、ね、物価上がっていますよ。物価上昇率よりも、賃金上昇率が高ければ、はい、みんなハッピーじゃないですか。今まで味わったことのない30年間では、でもその前には実際にあった日本はそうだったわけですね。うん、だからあなたとハッピーじゃなくて、あなたもハッピーになるんですよ。あなたもハッピーなんですね。実は企業の設備投資計画が今年度100兆円を超えそうなんですね。これバブル期以来なんです。つまり30年前のまだ元気だった頃と同じぐらい企業は新しい設備作って成長しようとしているのに、ここで需要をくじいてみんなの金がなくなったら、設備投資なんか無駄になっちゃうから、やっぱやめようかなってなっちゃうんですよ。すごい難しいのは、どっちかっていうと国民の方にも問題があって、なんかつまり平常化バイアスってよく言うけど、心理学とかでも、うん、今のまんまでいいっていうか、変えることの方怖がるっていうバイアスはめちゃめちゃあるでしょ。うん、今のままでいいっていうと変だけど、今のままがいいとは思わないけど、今のままが我慢できる。なんかしたくて悪くなっちゃうのは怖いから、うん、まだ我慢しちゃう。今より悪くなる可能性があるんだったら、うん、別にそんななんか、人の、いや、こっちの方が絶対いいんだってっていう気持ちを信じきれなくなってるっていう、そっちもありますよね。だから、カッキーとね、宮古島で歌おうって言った時に、はい、カッキーは何言ったかっていうと、ごめんなさい、リスナーの前だからみんな受け入れてくれたんで、一般市民を前に我々が歌ったら、ドン引きするだけですよって言って、ものすごい抵抗したんですよ。はい、でも関係ないでしょ、その話。いや。でも、とりあえず、チャレンジしてみたら、受けたじゃないですか。それはお客さんがみんな好意を持って。これ何の話いや、そう。全然違う話です。いや、やってみないとわからないよねって話でしょ。ただ、その例えが、その歌の話になると、やる必要ない話になるからやめてもらえる。いや。例えが良くないです。そう。歌ってもいいですよ。歌ってもいいですけど、それは、楽しい方に触れるっていうことですだから。だから、みんなで歌うんです。だから僕が思ったのは、楽しいのはあなただけの可能性がありますよって危惧をしたわけで。いや、みんな楽しかったじゃん。なんとかよくわかんない。話を戻して。実は私とカッキーのそのトークイベント、うん、宮古島の新聞2紙の一面トップで、それでニュースがないから、それはいいんです。それはいいんだけど、そのバイアス、国民もだから、はい、変な話、お金を使おうよとか、うん、だからね、それで、ね、30年間ずーっと冷え込んできた状況だから、ね、一朝一夕にそれは変わりませんよ、はい、だって自民党の支持率低くなってきたとは言っても、うん、他の政党に比べたらめちゃめちゃあるじゃないですか、はいはい、うん、でそれ結局今のままでいいって言っちゃってることと同じでしょ。だから他の政党が今日私が言ったような政策をバーンと出せばいいんです。どこか、多分ですね、財務省にやられてないのは、令和新選組ぐらいしかない。だから、それぞれの政党の持ってるイメージがあって、まあそれもいいんですけど、令和新選組でも。一番いいのは、自民党が今の支持率をちゃんとベースに、うん、若手の、自民党の中に若手から出てくるのが一番いいわけ。100人超えてるわけだから。100人超えてるわけだから。うんうん、だからそういう動きをしてる人たちもちゃんといるんですよということをまず理解してもらって、そうですね、知らなければ、うん、ね、そこをバックアップしていくような、うん、そういう人たちがね、政権の中枢に入っていけるような、うん、そういう仕組みを作るべきじゃないですか。うん、だから森永さんみたいな人を、もし自民党が担げるほどの度量を持ってたら、うん、
すごい魅力的な。だ自民党分割しちゃえばいいんですよ。あの、新財務派と反財務派に。それどうですか、うん、意味があるのか。だからそういうね、積極財政派の人たちにぜひ政権を取ってもらって、はい、で、まず最初に総理大臣になる前に、はい、森永さんに財務大臣になってもらってね。ああ、なるほど。で、財政法をぜひ改正していただいて。そう。財務大臣の後、日銀総裁だ。あのね、これはあり得るんです。なんでかっていうと、財務大臣は、うん、国会議員じゃなくても、ね、法律上なれるんですよ、ね、制度上あり得るだけで、うん、はい、あんたがだって竹中平蔵さんだって最近民間人大臣になって、ね、国会議員になったじゃないですか、はい、 そうですね、その道を歩んでいただければいいんですよ。でも竹中平蔵さんはそれこそベーシックインカムの一番最初の言い出しペンみたいな人です、ね、あれはねインチキベーシックインカムで違うの。そうそう、生活保護とか社会保障片っ端から叩き切って、なるほど、うん、表面上だけベーシックインカム、行政が簡単になるし、社会保障バッサリ切るって話だったんだ。そうそう、だからかえって不幸になる人、森永さんはそういったものを生かした上でただただ自由に使うお金をみんなにっていう、純粋に上乗せ給付です。ああ、じゃあそれは失礼しました。はい、あの竹中ベーシックインカムとは違うよと。そうそうそう、ね、竹中さん文句あるんだったらゲストで来てください。ごめんなさい、オファーは何度も出してますが断られます。はい、足立区のラジオネームブサイクルショップさんからいただきました。ありがとうございます。メディアで干されてる人が総理になるということ自体が矛盾しているように感じます。ただ須田さんの言ったこういう話がラジオでできるようになったことそのものが大きな一歩だ、これは楽しい頼もしい一言だと思いました。ということは、はい、つまり森永総理ではなく須田慎一郎総理の方が手っ取り早いんじゃないでしょうか。ああ、なるほど。確かに近い。あのちょっとお言葉ですけど、私はメディアに干されてるわけではなくて、はい、うんうん、ラジオは全然干されてる、うん、はいはい、テレビ、テレビと新聞から干されてる。そうですね、はい、あの正式には大手メディアです。はい、はい、あ、そうです。キー局と大手新聞から干されてるということでね。そうそう、新聞も小さな新聞はいっぱい出てます。はい、はい、何の自慢ですか。ということで須田慎一郎さんは明日コージーアップにご出演でね、はい、明日もぜひ聞いてください。そして明日この番組には森永総理の経済政策面を詳しく、森永康平さんというね、はい、信用できる森永と言われている息子さんですよね。あの格闘家です。でもさ、森永さんこれ出す意味あんのかなって、今日は俺明日は康平さんでいいじゃんっていう。ああ確かに。あ、そうか。ああそうか、森永さんがいらないんだ。うん、確かに確かに。いや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 、なん森永総理の政策そうか、そうか、そうか、なるほど。そうです、大事でした。大事。じゃあ明日も来てください。はい、はい、須田慎一郎さん、森永卓郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやでも今日はおおむね森永さんの意見に賛成とかね、ぜひ総理になってくれっていうのもすっごい多いっすよ。マッキーさんがね、森田さんの意見素晴らしいです。ただ、これ木曜日まで続くのかなっていう。支持率調査は最終日、木曜日に出してくださいねっていう、ね。あ、今日はだからいい流れではあるんですけどね。まあ、豊田真由子さんが、最大の山ですね。そうですかね、水曜日ね。はい、これは西川口の片隅出さんはですね、いや、今日はすごくまともで驚いてますと、うん、どうせイケメン勢とか言い出すんだろうと思ってました、ごめんなさいって書いてますが、それはね、後に取ってある。言い出すんですよ、だから。結局言い出して支持率に影響を与えるんではないかなという気もしますけどね。うん、でも、足立区の桃江さんはね、いや、今日は大変濃かったですと。うん、あとは、エリパオさんは、本当のこと言ってるのが出禁になるのがおかしいですよね。おかしいぞ。はい、残念ながら明日もいらっしゃいます。